口雅人区議会議員が担当してマイクを回しますので、ぜひ質問のある方手を挙げてアピールをお願いします。どうですか、質問ある方あるよ、挙手手を挙げていただきたいと思いますが、いかがですか。この際何でもちょっと聞いてみたいなっていうことあればお願いします。悪いけど、ちょっと酒飲んでちゃダメだわ。酒飲んでたらダメ、はい、ちょっと今、なかなか質問、ちょっと手を挙げる、あ、いらっしゃいました。どうぞ、お願いします。日本は中国とどういう関係を持ってて、中国がロシアとのあれもあるから、どうしたらいいんですかね。日本と中国との関係、そして、中国がロシアと仲がいいから、その辺、どのように付き合っていくべきかというのはご質問だったと思います。ありがとうございます。日本と、日本政府が中国に対してどのように対応を取っているかということで言えば、私は中国政府の今いろんな問題ありますよね。それに対してはっきり正面からものを言っているとは思えないです。例えば中国が行っている東シナ海や南シナ海での現状変更ですね、領海侵犯をする、海洋進出する、海に勝手にこういろんなものを作ってしまって、国際海洋法違反と言われるようなそういう状況を作っている、あるいは香港だとかウイグルで人権侵害をする、弾圧をする、こういう状況あります。国際法に違反するような中国の行いに対して正面からものを言ってるかというと、そうではないところがあると思うんです。だからこれはきっぱりものを言うべきだというふうに思います。で、中国に対して気を使ってなかなか言えないというところがあるんだと思うんですね。中国とロシアの関係については、今先ほど申し上げたような国連の決議に対して中国は賛成しませんよね。ロシアを非難する決議に対して賛成をしない、これは重大な問題だと思うんですよ。中国もロシアも国連の常任理事国ですから、安保理の常任理事国ですから、国際社会の国連憲章に基づくルール、それに責任を持っている国ですね。その一つであるロシアが今回ああいう形で暴挙に出た、その時に批判する立場を取れないのであれば、中国もまた常任理事国としての役割を果たしているとは言えないということになってしまうと思うんです。ですから日本はこういう中国に対してもっとちゃんと働きかけてですね、ロシアに対してもものを言うべきだ、態度を改めて国連できちんとものを言ってほしい、こういうふうに働きかけていくべきだと思います。そうして中国に対しても国連憲章を守るという立場を鮮明にしてもらうことによって、鮮明にさせることによって、この私たちの東アジアでも勝手な力による現状変更はできない、こういう関係を作っていく道筋が開かれると思うんです。国連憲章というのは西側とか東側とか体制がどうとか関係ないですね。どういう体制であろうとも守らなければならないルールとして、国際社会が主権国家の一つ一つがお互いを尊重して、とにかくお互いに認め合って存在していくために作られたルールです。だからどういう体制かにかかわらず守らなくちゃならないルール、そのことをきちんと確認する、そういう対応を中国に対しても日本政府がきちんと行うことが今求められていると思います。そういう向き合い方をしているかといえば、今日本政府は十分そういう立場に断ち切ってないんじゃないかと思います。ありがとうございました。じゃあ続いて、ありがとうございます。こちらの方、先ほど柳先生が消費税を 5% に引き下げるということは本当にありがたいことですけど、でもそれ前にみんなに全員10万円渡してて、今 10% か 8% か 5% 下げるということは本当に可能なんでしょうか。そのことでお伺いしたいんですけど、で共産党はもっと野党第一党になれるように頑張ってほしいです。本当にコロナ対策でね、給付金など出ておりますが、消費税を下げてしまって、大丈夫かどうかというようなご質問だったかと思います。ありがとうございます。
私たちは消費税をコロナ対策としても必要ですが、将来的にもやっぱり引き下げるべきだ、まあ、将来はなくしていくべきだと思ってますけども、当面 5% にしていく、でこれはコロナの緊急の対応としてというだけではなく、将来的にやっぱり 5% に下げていくっていうことが大事だと思っています。でそれはあの、大丈夫かとおっしゃる中身は財源どうするのかっていうこととセットでもあると思うんですね。でどうやったらその分どっから持ってくるのかと。私はですね、必要な施策を行うために、政治が必要なことを行うために必要な財源を用意するのは、まあ、政治が知恵を尽くさなくちゃいけないことだと思うんですね。どっから持ってくるかっていうことを国民一人一人に考えさせて、しょうがないから消費税出すかと、そういう話じゃないと思うんですよ本来。で儲けてる人はいっぱいいるわけですね、いっぱいいると。儲けてる人がもっと儲かるように政治をやってきたのがあのアベノミクスじゃないですか。アベノミクスの下で大企業が株で大儲けをしていく、大金持ちがもっと大金持ちになる、どん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 膨れ上がって、私たちのちょっと私たちの持ってる財布や預金口座では想像がつかないぐらいに儲かってるわけですよね。そういうところにきちんと課税をしていくということは十分可能だと思っているんです。でそこで今回、まあ、提案もしたうちの一つは大企業の内部留保に課税をするというものです。でこれはあの内部留保というのは設備投資にも使います、賃上げにも使います、いろいろ企業がいざという時に備えて溜め込みを行うということは通常あるわけですけども、アベノミクスの以降この10年間とりわけ溜め込んでるわけですね。この間だけで130兆円も溜め込んでるわけです。でしかもそれは働く人の賃金を上げずに法人税は減税されて、そして溜め込みに溜め込んだと。だったらそれを少しぐらい還元してもらってもいいんじゃないかと思うんですね。だって皆さん金は天下の回り物って言うじゃないですか。回ってないんですよあの金は。アベノミクスで溜め込んだ金はトリクルダウンで、企業が儲かればいつかはおこぼれが回ってくると言っていたのに全然回ってこないじゃないですか。だったらそういう内部留保に課税をする。そして、まあ、私たちの提案はわずか 2% ですけどね、溜め込んだ分の 2%、 5年間次元で期間を区切って10兆円の財源を作る。その10兆円によって賃上げに回していく、中小企業の賃上げを支えるために使っていこうというものなんですけども、こういうふうに賃上げやるとかいろんな政策を実現しようとするときにお金をどこから用意するのかっていうのは政治が頭を決めればできることだと思うんですよ。財務省にいる人たちは頭いい人たちですよ。でそれはいろんな計算、そろばん勘定もいろんなのやりますよ。ですからこういう政治をやるためにはいくら必要で、そのためにお金はどれだけ必要かと、 5% に消費税引き下げるために、ではお金持ってる大金持ちの皆さんからもうちょっともらうにはどうすればいいかと考えるのが政治の役割じゃないでしょうか。それはしかし決断をするのはね、やっぱり政治家なんだと思うんですよ。総理大臣が、あるいは与党が野党の提案を受けて、確かに今必要だ、コロナ対策で必要なら、あるいは暮らしを良くするために必要なら消費税下げようっていう、そういう決断をするかどうかっていうことが問われていると思います。先ほど申し上げたように、あの動画の中で言っていたように、消費税っていうのは所得の低い人ほど負担が重くなるんですよね。こういう税制に頼っていこうというのは、庶民からならいくらでも取れる、取っても文句言わない、政治がそう思ってるからじゃないでしょう。やっぱりそれを改めることが必要なんだと思います。で最後にもう一点、コロナで給付金とかいろいろやって財源も大変だと、国の借金も大変だという話があって、それは本当にその通りだと思います。で同時にこのコロナ危機はいつまでも続くわけではありません。いつまでも給付金や補償がずっと求められるということではないはずです。それは収束に向かっていろんな対策を取って日常生活を取り戻していくことが求められるからですね。ですから今いわば災害が起こっているのと同じような状況です。災害の時にその救援や復旧のためにまずとにかくお金を出して支えるっていうのは当然のことですから、今多少の借金が増えたとしても今やるべき支援策はこれは躊躇するべきではない、行うべき時にはどんどん行うべきだと
私たちももっと支援策が充実したものになるように引き続き求めていきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。他にいかがですか。難しいことじゃなくて申し訳ないんですけど、よく友人の旦那さんとか奥さんとかついつい言ってしまうんですけど、今はそういう呼び方ってあんまり良くないのかなっていうのがあって、何かこう周りが良い呼び方などがあったら教えていただければといつも思っているのでお願いします。旦那さんとか奥さんとかジェンダー問題に関わるご質問ですね。何かいい呼び方があればという山添さんはどういうふうに。難しいですよね。みんながそういうふうに呼んでるときに違う言い方っていうのは難しいところあると思うんですが、まあ、パートナーとか連れ合いとかそういう言葉を使って、ジェンダーフリーにというか、かつ中立的にですね、それこそ、どちらに対しても呼べる呼び方で、使っていくというのが、聞いてる人にとっても、あるいは使う側にとってもストレスが少ないんじゃないかと思います。もっといい言い方がね、みんなで知恵を出して開発していけばいいと思うんですけどね。何かいいアイデアがありましたらぜひ教えてください。ありがとうございました。先ほどじゃあ提案お願いします。法人税なんですけど、法人税をもうちょっと上げなきゃダメなんですか。上げれば会社としても税金を払うぐらいだったら社員に払おうっていう考え方になるんじゃない。その通りだと思います。法人税を上げることによって賃上げに回るんじゃないかと、税金取られるよりはよっぽどマシだと、その通りだと思います。でとりわけ今は安倍政権の下で大企業でしか使えないような法人税減税策っていうのが取られてきたわけですよね。あるいはこの賃上げ税制って岸田首相も言ってるようなものも、多くは黒字の大企業でしか役に立たないようなものだと思うんです。だから法人税の負担を上げると同時に、やっぱり賃上げをもっとできるようにするためには最低賃金を引き上げて、これ最低賃金っていうのはバイトとかパートの人だけではなくて、最低賃金と同じような水準で正規で働いている人の賃金にも影響していきますので、大幅にこう底上げしていくことになる。で底上げしたその賃金を上げていく、それに使う分については法人税を減税するということはあり得ると思うんですけども、だから両方ですね、法人税を引き下げると同時に賃金が上がるような仕組みを作る、最低賃金引き上げるというような賃金上がる仕組みを作っていくということが大事だと思います。ご指摘はその通りだと思います。はい、ありがとうございます。他にいかがですか。この際だからこんなことちょっと聞いちゃおうかなとか、そういう方いらっしゃいませんか。ちょっと今ちょっと手が上がってないので、じゃあ私も待ってください。ありがとうございます。ぜひ。すいませんね。戦中戦後を通じましてね、80年したんですけども、まあ、ここにはそういう方もちらほらいらっしゃいますから、今ね本当にこの戦争と平和の問題がこんなに緊張を逼迫してる時代はないかなと思ってます。というのは今までその憲法9条があったので日本の平和を守られてきたわけですが、ところがここへ来てウクライナ危機を契機にして非常にタカ派の人たちが先導して、とにかく攻められている前に軍備を拡張した分補助しなきゃいけないとか、核を共有した方がいいとか、そういう発言がね高まっていることに非常にね危機感を覚えます。皆さんどうでしょうか。でそれでね、本当に最近の世論調査を毎日新聞と産経新聞がやった世論調査を見まして、そこにですね、ご存知のように核共有の議論をすべきだというのがね 60% 以上出てるんですよ。でちょっとギクッとしまして背筋が寒くなりました。それでやっぱり今後ですね、じゃあ私たちが、私も老骨に夢中って、まあ、プレート夢中と壊れちゃいますけれども、何をしていったらいいのか、
この9条を守るということは大事なんだけども、本当に具体的にね、何をしたらいいかというところをですね、と解説をお願いしたいと思います。まあ、各共有の、ね、必要性も高まれている中で、私たちが何をすべきなのかというのはご質問だったと思います。ありがとうございます。核共有について議論はしても最終的にはダメだと持ってはならないっていう声も結構多いとは思います。日本に核兵器を置くことのその危険性、あるいは核兵器そのものの非人道性というのは多くの方が痛感しておられると思うんですね。それは何より被爆者が声を上げて核兵器はあってはならないということを粘り強く訴えてきたからだと思うんです。この間の核共有の議論に対してもやっぱり核兵器というのは人類社会にあってはならない絶対悪だということを繰り返し述べておられると思います。でそのことを一番よく知っている私たちの国で核兵器を配備し使うとか使うと脅すとかそういう政治が許されるはずがないと思うんですね。許されるはずがないししかしそれは常に危機にさらされてもいる。あわよくば持てるようにしたい、あわよくば核を日本にも配備したいと思っている人たちがいる。だからやっぱり諦めずに声を上げ続けなくちゃいけないということだと思うんです。老体に鞭打ってという言葉があって、本当に鞭を打たれすぎないようにぜひ気をつけていただきたいとは思うんですが、やっぱり多くの人たちの平和を求める願いっていうのはこの街にもあふれてるじゃないですか。ウクライナへの支援募金にこれだけ多くの方がご協力をいただけるというのは事態に心を痛めてるからですよね。こんなことあってはならない、しかもそういう中で生物化学兵器使うとか核兵器使うとかとんでもないことを言ってると、それを許してならないっていう声をやっぱり形にする、形にして同時にその声を受け止める政治に変えていくと、核共有について真面目に議論するような、真面目にこうなんか議論をするのが正しいことであるかのように主張する皆さんを国会の議席の上で少数にしていくってことがやっぱり必要じゃないでしょうか。今自民党維新の会の皆さんが威勢のいいこと言ってますけども、その言葉本当に被爆者の前で言えるんでしょうか。被爆を経験した人たちの前で核共有について議論するべきだ言えるんでしょうか。言えないし言っちゃいけないと思うんですよ。核をなくすためにどうするのか、核兵器廃絶のために核兵器禁止条約に参加し、これを世界に広げていくためにどうするのか、そういう議論をする政治に変えるために私は一緒に力を出していただきたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。この他いかがでしょうか。どうですか。はい、どうぞ。山添さんは憲法が希望というふうに書いてますが、憲法のどこに希望を見出しているんですか、教えてください。ありがとうございます。憲法そのものが希望だと思いますね。やっぱ憲法というのは一人一人の権利と自由、自分が自分らしくこうありたいと願っているそのありのままを保障しようというのが、ありのままの存在を認めようというのが憲法だと思います。だから権利を保障する、何者にも身体の自由を束縛されない、あるいは表現の自由を規制されない、宗教の自由を制限されない、働いたり学んだり自分がこう生きたいという思う願うあり方をそのまま保障しようというのが憲法だと思うんですね。そしてそのための仕組みとして民主主義のルールを定めて、国会と内閣と裁判所と民主主義のルールを定めて権利を守ろう、そういうルールが憲法だと思うんです。これが本当に実現できたらもっと暮らしは良くなるんじゃないでしょうか。こういうふうに豊かに生きたい、あるいはもっとこういう仕事をしたいとか、こういう趣味の活動に時間を費やしたいとか、さまざまに自分らしくこうありたいという願いを実現できるような、皆さん政治に関心はなくても生活に不満はありますよね。もっとこうあってほしいと願っていることってありますよね。税金高すぎるよとか、給料安すぎるとか、働く時間長すぎるとか、年金が低すぎるとか、いろいろあるじゃないですか。それらをすべてちょっとより良くしていく、ちょっとより良くしていこうと思うときに
足がかりになるのが憲法だと思うんですよ。一人一人がこうありたいと願うときに、その要求を実現しようと思ったときに、何に目指して言えるのか、憲法だと思うんですね。だから私はどんな問題でも憲法に基づいて社会を良くし、人生を豊かにしていく、そのよりどころになるのが憲法だと思って、憲法が希望と書いています。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞお願いします。昨日ですね、浦和の東西口の方で、自衛隊さんご苦労様という旗を立てて、だいたい土曜日ぐらいにやってるんですよね。桜井よし子さん の顔写真の旗も立てて、で自衛隊さんがこんなにご苦労してるんだから憲法に書き込みましょうって言ってるんです、うん、でその辺は日本共産党の今の災害に派遣されている自衛隊の方たちを含めてどういうふうに変えていこうとしているのか お願いいたします。日本自衛隊を日本国憲法に位置づけることについての見解ということでご質問です。2つのことを申し上げたいと思います。1つは日本共産党が自衛隊をどう考えていくのか。災害救助で頑張る自衛隊はとても貴重な存在だと思います。その活躍を否定するような人は多分誰もいらっしゃらないと思うんですね。やっぱりそういう時に自衛隊が駆けつけて様々に生活も支援し救助活動を行っている、まあ、大事な役割を果たしていると思います。で私たちは同時にだからこそ自衛隊に海外へ出かけて戦争するような部隊になってもらってはいけない、そういうことさせちゃいけないというふうに思っています。そして本来自衛隊というのは災害救助の自衛隊ではなく武力を持って兵力を持っている自衛隊というのは憲法9条と存在としては矛盾するわけですね。ですが今すぐなくしたということはできないですけれども、できないですけれども本来9条の目指している在り方とは矛盾すると思います。ですから将来日本の政治が変わって東アジアでも平和と友好の地域の関係が作られて友好条約作られて日米の軍事同盟なんか必要なくなって、そして平和な地域で自衛隊がなくても大丈夫だとみんなが思えるようになった時にはその解消に向けて踏み出していくという展望を持っています。しかしそれは今すぐそうなるということではありません。今東アジアの環境がそういう状況だとも思っていません。ですからそういう存在として自衛隊はこれまで政府が積み重ねてきた解釈などの中で活動するということはあり得るというのが日本共産党の考え方です。もう一つ、自衛隊を憲法9条に明記しようという安倍元首相が提唱した改憲案、あるいは今おっしゃったようにいろんなところで団体が活動している、その中身というのは自衛隊が憲法に書かれてないからかわいそうだというなんか極めて情緒的なことを言われてるんですけども、本当にそういう話なんでしょうか。安倍さんは憲法に自衛隊を書き込んでも何も変わらないと言ったんですね。しかし変わらないんだったらわざわざ憲法を変える必要はないわけです。憲法を変えなければできないことがあるからこそわざわざ改憲をして9条に自衛隊を書き込もうというふうにおっしゃってるんだと思うんです。それは何か、先ほど冒頭に少し申し上げたこれまでの9条の下ではできないとしてきたことを憲法に書き込んだらできるようになる、そういう説明に変えていこうと、そういう狙いが背景にはあると思います。もう専守防衛ではありません。海外派兵もします。攻撃的な兵器も持っていきます。集団的自衛権も行使します。何しろ自衛のための部隊が憲法に書かれましたから、自衛のためといえば何でもできます。そういうシナリオを描いてるんじゃないでしょうか。だって皆さん戦争するときに戦争する国がこれから侵略しますっていう人はいないんですよね。プーチン大統領ですらロシア国民、ロシアの民族がウクライナで犠牲になっている、被害に遭っていると言って自衛のためだと言って戦争をやってるわけです。その論理は立っていませんけれども、正当性はありませんけれども自衛のためだというわけですね。だから自衛のための
部隊を持つ、自衛隊を憲法に書く、憲法上の存在になったんだから、つべこべ言うな。軍拡も進めていきます。どんどん戦争できるようにしていきます。そういうふうになってもおかしくないような状況ではないかと思います。ですから私は今自民党などが言っている憲法9条に自衛隊を書き込むというのは災害救助の自衛隊を書き込むってことではないということははっきり言いたいと思うんですね。そこで書き込もうとしているのは集団的自衛権を行使する自衛隊です。海外へ出かける戦争を仕掛ける自衛隊です。それは今までの9条の平和主義を根底からなくしてしまうような否定してしまうような憲法破壊じゃないでしょうか。そんな道に進んではならないんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございます。そろそろまあ時間なんですが最後にどなたかいかがですか。何かなあ、それでは私から少し聞いていいですか。あの私山添さん、あの女性の賃金格差のところを国会で追及していただいて、はい、本当にね私嬉しかったんです、はい、なのであのこうしたのジェンダー格差を、まあ、なくしていくこととか女性とか若者がね何だろう将来に希望が持てるこういった社会、まあ、今度の参議院選挙の争点になるんじゃないかと思ってぜひねそのあたりどう思っているのかあの聞きたいなって思います。はい、ありがとうございます。あの男女の賃金格差というのはジェンダー不平等を正していく上であの土台中の土台ですよね。同じ仕事をしているので女性は賃金が低いっていうのはおかしいですよね。で私があの昨年の12月に予算委員会で質問したときにはあの男女の賃金格差今生涯にすれば平均で1億円も格差があるんですよね。男女の平均賃金の差っていうのはおかしいじゃないかと。それに対して政府の説明はさまざまな事情がありますと複合的な要因がありますっていうのが政府の説明なんですね。じゃあ複合的な要因って何か。勤続年数が違います、役職が違います、いろいろ言うわけです。じゃあその一つ一つを見ていけばどうなのか。同じ勤続年数ならどうなのか、女性が低いです。同じ役職ならどうなのか、女性が低いです。同じ学歴同士ならどうなのか、女性が低いです。そのことを厚生労働大臣はどの指標でも女性は男性の8割を上回っていますと言ったんですね。結構自慢してね、自慢げに言ったわけですよ。8割超えてますからいいだろうと。だけど2割も低かったら変じゃありませんか。女性であるというだけで給料がどの側面でも2割も低い、生涯にすれば1億円も格差がある、年金にも影響してもっと格差が広がる、これやっぱりおかしいですよ。というわけでやっぱりこの賃金格差の実態を明らかにし、まあ、公表させ、そして是正の目標を持ち、是正に向けて監督指導していくような国の仕組みが必要だということを、私たち議員団で、まあ、この間求めてきて、まあ、ちょっと前進もあるんですけれども、まだまだそういう方向に進んでいかないところがあります。その背景には、家庭のことは女性がやるんだ、そして男性は外で働き、長時間拘束されて当たり前、全国的にも拝見されて当たり前、こういうあの労使慣行とそれを前提にした働き方っていうのが政治によっても作られてきたと思うんですね。だからやっぱり政治の姿勢が変わってジェンダー平等にするべきだ、賃金格差は許されない、どんな理由でも許されない。だって皆さんこの前田村智子さんの質問で示してたんですけど、勤続年数ゼロでも男女の格差あるんですよ。おかしいですから最初から給料を下駄履かせる、こんなのおかしいですよ。大体ね、女性の方が優秀な時って結構ありますよ。男性が女性かっていう問題じゃないんですけど、私のね国会で議員団見ても女性の議員団っていうのは本当にあの活躍されている方も多いです。そういう意味では男性か女性かで区別をする、それ自体に合理性がないと思います。ですからジェンダー不平等を正して誰もが自分らしく、そして生き生きと働き暮らしていけるようにするためにも賃金格差なくす大事な取り組みだと思って頑張りたいというふうに思っています。賃金格差ゼロのために頑張りましょう。ありがとうございます。そろそろ予定の時間も来ましたので最後に